山の雑誌ピークスの最新号に早川高倉が載っています。ポイズンオークのその後についてお話しいたします。またいろんなお知らせがございますので、どうぞ最後までご覧ください。こんにちは、毎度おなじみ流浪の早川高倉でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。かなり暑いですね。熱中症気をつけながら、インドアとアウトドア、たまにね、もう暑すぎるときは家でゆっくりするのも一つだと思います。全体の流れ大切ですので、健康第一に暮らしてまいりましょう。お知らせでございます。早川高倉、なんとピークスに乗りました。イエーイ。こちらですね、ピークス最新号、単独登山実践学というテーマで作られたピークスの最新号に早川高倉が乗っておりますので、もしよければ探してみてください。まあ、これ今実物が手元にない理由は後で話しますけれども、ぜひね探してみてください。まあ1ページのうちの半分ぐらい、半ページぐらいでこういった形で山の雑誌に載ることができたっていうのは、個人的にもとても嬉しく思っております。テーマはですね、自分がソロ登山で、ソロのロングトレイル、去年パシフィッククレストトレイルっていうのを歩いたんですけれども、まあ、その時にやらかしてしまった失敗というか、まずミスというか、その時の様子ですね。その時の様子が文章になって書かれております。ぜひご覧ください。またそちらの文章に関連した動画もございまして、ちょっと動画差し込みますと、こんな感じだったんですよね。てか足汚い。すんません、めちゃめちゃ足汚いですね。ここやられたんですよ、ポイズンオークね。うわ、ちょっと日本帰ったら脱毛も検討しています。これね、痒くて痛くて大変です。おそらく1000ヤードバレー前後で触れてしまったヤブコギがあったんですけれども、この辺は多分かか飛び火だと思うんですけどね、かなり深刻な感じになってしまいました。でも徐々に良くなってきてます。ここら辺とかね、乾燥してきて良くなってきてますね。はい、辛かった。あれは自分のアウトドアライフの中でも最も辛かった経験の一つと言っても過言ではないです。ポイズンオーク大変でしたね。はい、まあ、ポイズンオーク、漆系の植物で、それに触れてしまってで、ここがかぶれたっていうね。これだいぶ綺麗になったんで、ちょっとポイズンオークその後って感じでちょっと見せましょうか。ちなみに少しずつ脱毛も進めています。意外でしたか。でも結構脱毛っていいんじゃないかなって思っております。ただあんまり詳しくないので今勉強中です。脱毛に詳しい方コメントでいろいろ教えてください。いっぱいいろいろ勉強してます。ちょっと脱線しましたけれども、結構綺麗に治りました。でもあの時の反省としてはですね、やはり事前にリスクをしっかりと勉強して、こういう植物には触れてはいけない、そういうセクションではしっかりレインウェア着ないといけないんだなみたいなことをこうしっかり学んでおく、また他のハイカーとコミュニケーションを密にとってこう情報交換するっていうのも、活動の安全度を高めていくための一つの取り組みになりうるんだなということを学んだ苦い経験でした。皆さんもいろんなアウトドアアクティビティされると思います。山に行くときはいろんなトラブルあると思いますし、川ね、今の時期は夏休みの時期でライフジャケットの啓蒙活動なんかもありますけど、本当に川は危ないですので、川遊びなんかもお気をつけて。やっぱりね、沈むときって一気に沈んでこう、まあ、浮いて待てとかありますけれども、そうアウトドアって本当怖いですから、いろんなところに容赦ない、自然は容赦なく人を殺めうるっていうのを長年の経験でというか、まあいろいろ学んできております。くれぐれも気をつけてまいりましょう。ということで、ピークスに乗りましたというお知らせが1点、ぜひ買ってねっていう感じなんですけれども、これなぜ今実物手元にないのかというと、長崎に送っちゃってるんです、実物。はい、長崎、今月末7月30、31に長崎でトークイベントがございます。山ツバメというアウトドアイベントになってるんですけれども、長崎のアウトドアショップマウンテンジャムさんと一緒に、ソリストリストという、その地域で有名な交流の拠点になっている場所があるんですけれども、そこに行きます。そこでイベントをさせていただくと
いう感じなんですよね。結構緊張してます。今回は新しい資料と新しい限定動画を作りまして、もう気合十分という感じで、九州の山の民の皆様、そしてロングトレイルを志すあなた、そして山と自然が好きだ、アウトドア好きだという方、お集まりいただいて一緒に楽しみましょう。 Let's enjoy。 そしてですね、なんとこれ自分の無印良品のカレンダーでスケジュール管理してるっていう、かなりアナログなんですけれども、お知らせその2、8月11日山の日、ハイカ高倉モラージュ勝負に出現します。こちらです。はい、もじゃまるさんと山と安全ということで、埼玉県警本部の山岳救助隊の方々とですかね、いろいろとこうお話しさせていただくと。でこれからミーティングなんかもさらに重ねていって、こういいイベントにしていこうというところありますんで、8月11日空いている方はぜひいらっしゃってみてはいかがでしょうか。かなり暑いので、ショッピングモールで休むっていうのは結構いいんじゃないかななんて考えております。8月11日は暑いですね。山の日秋にした方がいいんじゃないかなちょっとすいません、ちょっと脱線しました。はい、っていう感じでいろいろやっていきます。で9月は自分は北アルプスですとか南アルプスですとかガンガン行く予定になっておりまして、10月は北海道、10月の14、15は北海道の洞爺湖でイベントがあります。これはですね、洞爺湖にございますゼロデイさんとの共同プロジェクトになっておりまして、一緒にイベント作っていい時間いい空間クリエイトしましょうという感じでやっていきますので、北海道の山の民の皆様、10月14日15日開けておいてください。1日目はですね、オロフレキャンプ場というところでイベントやるんですけれども、自分もキャンプいたします。一緒に楽しみませんか。そして10月の15日は洞爺湖のゼロデイさんのお店の上にあるスペースでイベントさせていただくと。で、デイ1とデイ2で少し違った内容でお話をさせていただきますんで、もしよければ 2days 参加いただけますと楽しいんじゃないかななんて考えております。そしてそして10月の20日はですね、大阪でイベントをやります。ノラゴッタさんでウルトラライトナイト ULN、 ウルトラライトナイトという新しい企画、なんと今回は道具に全振りするという、まあもちろん今まで通りの話もいろいろこうさせていただきながら、道具の話かなり多めにさせていただくと。もう重量測る、これも持っていきますよ。これも持っていきますから、みんなで重量測りませんか。ぜひね、ウルトラライトな道具、珍しいものも多いですので、みんなで持ち寄ってワイワイお話ししながら楽しめたらいいななんて感じております。そして11月の12日いい伊豆の日は三角スタンド秋の感謝祭ということで、今年は参加させていただきます。よろしくお願いいたします。ぜひお集まりください。自分の中でかなり大きなモチベーションの一つになっておりまして、11月12日に皆さんとお会いできたらと思います。11月12日開けておいてください。そして今年もう一個決まっているイベントといたしましては、12月の16、17日に大阪のペグでロングトレイルイベント、ちょっとまだイベントの内容タイトル決まってないんですけども、ハイカーナイトとかね、トレイルライフとかね、なんかこうちょっとこれからマサルさんといろいろお話しさせていただいて煮詰めていこうかなと思っております。関西の山の民の皆様、ウルトラライトギアフリーク、そして山と旅人生ガチリ組の皆様、ぜひ会場でお会いしましょう。よろしくお願いいたします。これはまだ全然打ち合わせしてないんですけれども、今コンチネンタルディバイドトレイル頑張って歩いてる純喜さんとかね、今 PCT 歩いてるハイカーさんいらっしゃいますんで、なんかみんなでこう集まれたらなみたいな勝手に思ってます勝手に思ってます。まあ、なんかそんな感じで、最強ロングトレイルハイカー集団みたいなのが、まあ、ペグで集まるっていうのはもう最高に楽しいんじゃないかなみたいな、ちょっと力みすぎかな、まあ、どんな感じになるかわかんないですけれども、みんなで楽しんでいけたらなと思っております。今回はお知らせの動画でしたね。ピークス乗ってますっていう話と、今後の高倉のイベント、詳細は概要欄に載ってますし、コメント欄でも固定しておきますんで、ぜひ皆さんのスケジュールに組み込んでいただけますと幸いです。会場で元気にお会いしましょう。それでは次の動画もお楽しみに。次の動画は南アルプスの縦走の様子ですね。尾瀬とかね、お高山の動画も出したいんですけれども、すいません、ちょっと編集が間に合ってなくてバタバタしておりまして、まずは長崎のイベントを大成功させたいので、精一杯頑張ってまいります。行ってきます。それでは次の動画でお会いしましょう。皆さんも健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。
バイ。野生のハイカー高倉の生態は Twitter や Instagram でもご確認いただけます。フォローよろしくね。